親父、話って何でしょう。ああ、俺を舐めた奴がいるんだ。だから消せ。はい、わかりました。本職に逆らうからこうなるんだ。父さん、なんでこんなことに。やったのは前から父さんを脅してた村正会のやつだろう。一生かかっても俺が敵を取ってやるからな。今回は通称中村春音、韓国籍で本名陳俊根受刑者が起こしたあまりにも凄惨な事件の詳細についてお伝えします。まずは俊根受刑者とはどのような人物かを紹介すると、兵庫県姫路市に住んでいて、お父様はパチンコ店などを経営する国際会館グループの会長を務めていた中村道夫氏の長男です。今日も売り上げ順調だな。スロットの設定なんかずっと1なのに、みんなよく打ってくれるもんだ。当時の国際会館グループは姫路市内で絶大な権力を持っており、そのトップの道夫氏に目をつけたのは裏社会の人間でした。もしもし。何？店内で発砲事件が？はあ、このままじゃ店の評判はガタ落ちだ。まさかあの人が。はい、もしもし。いや、中村会長、やっぱりあなたですか、小山組長。その人物は現在指定暴力団神戸山口組の二次団体である村正会の二代目組長を務めた小山健二氏です。それよりいつになったら金を払ってもらえるんですか。店にはいろいろなプレゼントをしているはずですが。道夫氏は断るごとに小山氏に因縁をつけられ、多額の金銭を要求されていたそうです。わかりました。鉛のなんていらないから。でも反社に逆らうと何されるかわからないし、金で済むなら。ああ、とは言ってもこれからどうしたものか。父さん、どうしたの。なんでもない。いや、このままだと春音にも危害が及ぶかもしれないし、正直に伝えて警戒してもらった方がいいかもな。え？あの村正会から脅されてる？ああ、もしかしたらお前にも近づいてくるかもしれないし、もしそういったことが起こったら俺に教えてくれ。それでまた父さんはそいつらにお金を渡すんだろう。え？そうやってずっと父さんの金をむしり取るつもりなんだよ。あ、春ね、ちょっと待ってて、俺が何とかしてくるから。おい。その後俊根受刑者は小山氏を襲撃、結果小山氏は腕を骨折する怪我を負ったようです。ほら、なんだお前は。小山氏は当然このことに激怒し、道夫氏に多額の慰謝料を払うよう要求しました。あんたの息子さんに腕を折られたんですよ。そうだな、慰謝料として3億円くらい用意してもらいましょうか。そんな大金払えません。そうですか、後悔しても知りませんからね。この結果小山氏は組の構成員である下山正也氏に道夫氏の粛清を命令しました。親父をここまでコケにする奴がいるなんて信じられませんね。そうだな、このまま放置すると俺、そして組全体のメンツにも関わる。下山、分かってるな。はい、もちろんです。ちょっと長めの勤めにはなるかもしれないけど、ちゃんとお前の席は開けておくから。そして、親父を舐めるからこうなるんだよ。あの世で反省してる。待て。待つわけねえだろバカが。こうして道夫氏は息を引き取りました。
最愛の父の他界。春婚受刑者は嘆き悲しみ、同時に強い怒りを覚えたみたいです。父さん、嘘だろ。村間境絶対に許さねえ。ただ春婚受刑者はこの時点で下山市に報復することはできませんでした。理由は刑務所に服役してしまったからです。くそ、下山はしばらく豚箱に入ってんのかよ。まあいい、いつか出た時には絶対に地獄を見せてやるからな。それ以降の春婚受刑者ですが、他界した道雄氏の意志を継ぐかのように神戸サルーンというスロット店を経営し大繁盛していたようです。よし、今日も順調だな。しかしその神戸サルーンは正規の店ではなかったみたいです。よし、今日はここで打つぞ。あ、どうしたんだ。いい場所に連れてってやるって言うからついてきましたけど、やばい店なんじゃないですか。まあ、裏物が出回ってるスロット店だからな。え、噂には聞いてましたけど、まさか本当に。お前ギャンブルが好きだろ、だから連れてきたんだよ。そうですか。とりあえず入ってみましょう。ご来店ありがとうございます。どうも。本日はファン感謝デーとなっていますので、くじをどうぞ。おお、お前いきなり運がいいな。ちょっと引いてみろよ。はあ。どうした、なんかいいものでも当たったのか。ベンツです。え、なんて。ベンツです。え、マジか、すげえ。おめでとうございます。このように常識では考えられないような高級品も用意されていたようです。また店内では普通に飲食もできたようで、現在ではさすがに廃業していますが、ある意味伝説のスロット店として今でも語り継がれているほどです。ビールとハイボールをお持ちしました。おお、来た来た、待ってました。酒を飲みながらスロットを打つ、ここは天国そのものですね。そしてスロット店で業績を上げるにつれ、金の匂いにつられてやってきたうぞうむぞうも多数いたようです。中村オーナー、どうか融資をお願いできないでしょうか。このように頼み込んでいるのは広告会社の社長を務めている前田巌氏です。別に構いませんけど、いくらご入りでしょう。1億、いや10億ほど。随分と巨額ですが、融資ですし、ちゃんと利子をつけて返していただけるんでしょうね。それはもう私を信じてください。しかし前田氏は融資したお金を一向に返そうとしませんでした。ちょっと前田社長、返済が滞っているんですけど。すみません、来月は返しますから。どうせ踏み倒す気なんだろ、舐めやがって。そして春婚受刑者はここから多数の犯罪行為に手を染めることとなりました。おいお前、前田巌の会社の元役員だろ。え、ああはい、そうですけど。前田に10億融資してるのに一向に返さねえんだけど、お前が代わりに返せ。は？なんで俺が。ああ、俺に逆らったらどうなるか分かってるのか。いえ、すいません。そしてこの元役員から現金3万円を強奪したみたいです。オーナー、お疲れ様です。急にどうされたんですか。俺の大切な10億円を貸したのに返さずにバックレようとしてるクソ野郎がいてよ、ちょっと痛い目を見てもらおうと思ってるんだわ。なるほど、手伝います。え、中村オーナー、どうして私の事務所に。いや、全然返済してくれませんし、どういうことかと思いまして。ですから来月には必ず。そんなの信用できませんよ。それよりこんな場所でこんな話をしていいんでしょうか。社員に聞かれたら困りますよね。それは話し合うのにいい場所がありますから、そこでじっくり話をしましょう。
そして前田氏を姫路市内のマンションの一室に連れて行き、そこで監禁を開始しました。なんだこの檻は。悪いことをしたら檻の中に閉じ込められる、当然ですよね。は？何言って。ほら早くオーナーに金を返せ。オーナー、こいつここまでしても全然金を返しそうにないんですけど。まあまだまだ時間はあるし焦らなくていい。ちなみに監禁期間は1年2ヶ月にも及んだようです。それよりこいつはまがいなりにも社長だし、余計なことをしないよう関係者には釘を刺しておかないとな。ええ、そうですね。お前、前田の部下だな。誰ですかあなた。社長はどこに。下手に嗅ぎ回るんじゃねえぞ。そんなことしたら。いや。そして村正会への恨みが強かったためか、元幹部の富田氏を拉致したようです。あーくそ、パチンコ負けだ。いや、なんだお前ら。俺が誰だか知ってるけど。村正会にいたゴミだろ。な、おい、やれ。はい。そして所持していたテープを使って富田氏を窒息させたようです。そして富田氏の遺体がどうなったかは口述します。その2ヶ月後。こいつ全然金払う気配がないし、もういいわ。そうですね。それじゃ。やめてください。ちなみに前田氏の遺体は現在でも見つかっていません。そしてその3ヶ月後、春婚受刑者が待ちに待った日がやってきました。いよいよあの下山が出所する。父さん、ちょっと待ってて。ふう、やっとお勤め終わったぜ。シャバの空気はやっぱ最高だな。おい。あれ？なんだよお前ら。俺が一体何をしたって。俺の父さんは殺した。それで刑務所にいたっていうのに何忘れてんだ。は？俺は中村道夫の息子だよ。な、俺の親父を襲ったやつ、俺に何をする気だ。言われなきゃわかんねえのか。やべえこいつ俺を。なんとか隙を見つけて逃げてきたけど、絶対に追いかけてくるし、どうしたら。そうだ、いっそのこと。そして反社組織に所属している下山氏がすがりついたのはなんと警察でした。助けてください。え、一体どうしたんですか。監禁されて命からがら逃げてきたんです。そして下山氏はしばらく警察の庇護を受けましたが、春婚受刑者がそれで止まるはずはありませんでした。反社の人間が警察に頼ったらおしまいだろう。俺が印籠を渡してやるから。あれからだいぶ時が経ったし、もう大丈夫だよな。そろそろ俺のことは諦めて。久しぶり。ずっと帰ってくるのを待ってたよ。誰か助けてくれ。ああ、騒ぐんじゃねえ。やめてくれ。俺は親父に従っただけなんだ。お前が俺の父さんの命を奪ったってことには変わりはないだろう。しかも警察なんかに頼りやがって。もう絶対に逃がさないからな。いやだ、頼む、見逃して。ダメだ、諦めろ。こうして春婚受刑者は積年の恨みを晴らすことができました。しかし皮肉にもこの復讐劇で春婚受刑者は警察に捕まることとなってしまいました。なんか助けを求める声が聞こえたけど、エントランスに変な車が止まってたし、警察に相談しとこっかな。情報提供ありがとうございます。
どちらに住んでいらっしゃいますか？その周辺のパトロールを強化しようと思います。はい。あと変な車も見ました。黒色で後ろにコンテナがついてる感じです。ん？なんでこんな場所に保冷車が止まっているんだ？怪しいですね。情報をいただいた車とよく似ていますし、ちょっと職質がてな見てみましょうか。ああ、そうだな。そしてその車内にいたのは冷たくなった下山氏でした。こいつは下山ですよね。この事態を重く見た警察はすぐに捜査本部を設置したようです。中村春音、いや陳俊君、そしてその関係者を徹底に洗い出せ。その結果2ヶ月半後にまずは上村死刑囚が逮捕。なんでここが。そして8ヶ月後に俊君受刑者も逮捕されました。ようやく見つけたぞ。くそが。そして相当大規模な組織を作って犯行を重ねていたらしく、他にも16人のメンバーが逮捕されており、その中には俊君受刑者の実の弟もいたようです。警察だ、動くな。俺は兄さんに言われた通りにやっただけです。それでもダメだ、おとなしく署まで来なさい。そして俊君受刑者上村死刑囚の裁判が行われることとなりましたが、二人の判決が物議を醸しました。確かに下山氏への犯行は上村被告と共謀して起こしてしまったことかもしれません。ですがそれ以外の2つの事件に関しては事実無根です。実際前田、富田氏両名の遺体はどこにもありませんよね。生存しているかもしれないのに、どうやって被告が手にかけたならと証明できるのでしょうか。このままできますよ。富田氏に関してですが、確かに遺体はありません。ただ手にかけたと思われる倉庫内で血痕が発見されており、 DNA 鑑定でそれが富田氏のものであることが証明できております。え？さらにその倉庫の焼却炉から人骨が見つかりました。これも間違いなく富田氏でしょう。くそ、そこまでバレて。このように俊君受刑者が富田氏、前田氏両名の事件に関わったことは認められるも、前田氏を手にかけたことは証明できなかったらしく、その結果被告を無期懲役に処す。そんなバカな、ちゃんと調べてくださいよ。あなたには償わなければならない罪がある。一生かかって反省しなさい。ただ上村死刑囚に課せられた罰は故障通り全ての受刑者である俊君受刑者よりも重いもので、それゆえねじれ裁判だと言われています。肉体的にも精神的にも屈服させ、3人の命を奪った。人間の尊厳を踏みにじる冷酷で悪質な犯行だと言わざるを得ません。俺はオーナーにしたかっただけなのに。被告を死刑に処す。はちょっと待ってください。上村死刑囚はこれを不服とし上告しようとするも、裁判所は棄却し刑が確定しました。そして現在でも彼は執行を待っている身で、いつ刑務官から声がかかるか恐怖に怯えて生きていることでしょう。なんで俺だけなんだよ、おかしいだろう。また一生刑務所入りが確定した俊君受刑者が今何を思って過ごしているのかは不明ですが、仮釈放制度もありますし、出所できる日を生きがいにしているかもしれません。絶対にここから出てやる。ただまた何かしらのトラブルを起こしそうですし、絶対に出てきてほしくないと思います。春音ってめちゃくちゃ怖いもの知らずっていうか、反社よりも反社って感じだな。普通の感覚をしてたらヤクザを襲うなんて絶対に思いませんよね。だからいろいろな事件を起こしたんでしょうけど。あと兵庫県警はもっと早く春音を捕まえることができなかったのか。例えば下山が警察に駆け込んだ時とかさ。その当時の詳細は不明ですが、下山氏が反社であることと監禁自体はされたものの、被害は警備と判断されたため、
とかでしょうか。もう一つ腑に落ちねえのが、実は春音は村正会ともっとやり合ってんじゃねえかってことだな。下山富田だけじゃねえ気がするぜ。春婚受刑者は相当必要な性格をしてそうですし、ありえますね。ただもうすでに刑は確定していますし、春婚受刑者と村正会の因縁はどこまで深かったのかは残念ながら永遠に闇の中です。